この部屋の羽化してる子たち全部掘り返そうというでかいなやっぱこんなに違うのこんなに変わるんですよこれがクワカブの部屋だというのをマジか見せてあげますはいどうもこんにちは三浦ですいつもお世話になっておりますそして今回のカメラマンがちょい丸さんです八丸八丸さんかなんだちょい丸ってちょいじゃないのか八か八八個あるのか八個あるちょっとじゃないんですねでももう新年ですからうん八丸さんもあのカメラマンもしてくださってはい、はい、自分のチャンネルもある中、うん、やってくれてやっぱまあ新年ですからねえはいマジ話になってるんではい一緒に出てくるああお年玉じゃなかった孵化した生態全部掘り出しますおお全部掘り出すはい懐かしいですねこの部屋の羽化し、うん、今羽化してる子たちっていうのを全部掘り返そうといううわすごやつです今回その実は新年明けてからちょっとあの動画を撮るタイミングが1週間ぐらいないんで、はい、羽化掘り出しの動画を撮れない部分が出てくるかなと思うんで、うん、せっかくなら今羽化してる子たち全部掘り返して動画にしたいなというところですねなるほど、うん、だからまあ正直今までの羽化掘り出しよりかは少ない気がしますああ、はい、でなんとなく僕今羽化してる子たち把握してるんで、うん、数は少ないかなおその今までに比べたらいくつですか今年30ですいや違う違うあなたの年齢じゃないよ全体で羽化する数ですよ羽化してるやつをもうまとめてあるんであじゃあその前にちょっともしかしたら羽化してるカモナゾーンちょっと見させてくださいはいここら辺ここまでちょっと羽化してるカモナゾーンなんですけどカモナゾーンも含まれるんですねはい今回はでもね2日前に僕全部その羽化してる子を確認して、うん、分けたんではい多分さすがに羽化してないと思うんですけどまあ2日で羽化してくる子もいます、はい、なんか羽化してそうしてきそうだなっていう色味の、うん、ちょっと足の部分とか黒くなったり頭の部分が赤茶っぽくなったりするんですよサナギがはいそうなったらもうほんとその日だったり、次の日に羽化したりしてるんでそういう子がいたらまあ羽化してるけど正直そのすぐ掘り出す必要もないんで、うん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 、そういう子はまあもうちょっとある程度してから羽化掘り出した方がまあ無難ではあるんですけど、まあ、体がある程度固まってからそうですね実際のところで言うとまあ確認する必要もないじゃないんですけどでもまあ羽化してるやつ全部掘り出すって言ってるぐらいなんであそれも対象なんですねはい身も律儀にあ律儀に身も律儀にそうじゃない、はい、おはよううさぎみたいなのいらない第7弾のラインスタンプ候補です、はい、確かにそれぐらいの7分ぐらいだもんな今のおいましたいましたおあしかもこれちゃんと浮かしてそうですねおおいいですねまあまあ生態はねちなみにこれネパレンシスですあ言っちゃうんだね、はい、はい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 これは全容だ全容でしかもちょっとこれ危ないタイプで、うん、こうもう上で全容やってるんで、こんなパターンあるんですね、はい、こうなっちゃうとうまくさなぎになれなかったりとか、はいその羽化できなかったりとかする可能性出てくるんでこれは動画外で人工輸出に移し替えますわかりましただからまあ定期的チェックはやっぱ大事っちゃ大事ですね、うん、その頻繁にもう毎日こううーってやるのはあれですけどはい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 チェックは大事ですね、うん、おでも羽化してるぞあさなぎですはいうわーあねすごいねいやすごいですね成長以外も見れてますねいろいろとそうですね、うん、やっぱ、まあ、それも良さですよねこの羽化した生態全部掘り返すの動画の時の部分でいうと、うん、でもたまに起こるのがその羽化してるやついる可能性あるんで、はい、そのちょっとチェックしますって言って、うん、まあ別に悪いことじゃないんですけどあの何も羽化してない時ですねそれはないとああだこうだ喋りながら、うん、結局20分ぐらい僕がただ禁止に眺めてるだけの映像が流れちゃうんでそうかそれは危ないな危ないでか、ね、いいよその柴田恭平とあとはこっちかなあとここがここぐらいですねうんあ浮かしてるおあこれ見やすいですねあーでも見にくいか見にくいこれオスのさなぎですねおーオスかどうかねちょっとね見づらいですけど難しいですけど、はい、楽しみなうん、まあ、こんな感じかなはいということでチェックした結果3匹追加で羽化してましたおお、はい、じゃあ出しましょうかはい今回、この部屋で羽化してた子こちらですはいはいこちらうん3段はい
どんぐらい35ぐらいかな、おー、はい、35匹ぐらい浮かしてました。うん、まあ種類はまちまちだと思うんで、その都度言わしてもらおうかなと思うんですけど、はい、さっきの3匹も含めこの3段でなりますんで、はい、もう最高の文化祭です。うん、ああ、そういうこと、はい、シーズンはね違いますけど、はっちゃけましょう。あ、はいはいはい、あ、ということで青く鳴らさせていただきます。はい、はい、宇宙天地よがり教幸福群馬豪来諸侯、我が左手に込められし青き細胞たちよ、今こそ目を覚ますのだ。はい、逆逆逆逆いや、俺いるからいいよ別に。せーの、逆言わんのかい。ちょっと今日これ実際必要ないかもしれない。え、つけたものの、はい、青くなりたかっただけかもしれない。すいません、はい、で必要なものこちらです。はい、はい、逆逆二度もやっちゃった。二度逆。やべ、よくない。せーの、二度逆言わんのかい。このスプーン、掘り返すのスプーンと、まあ一応生態測るようなノギスという感じでやらせていただきます。はいはい、でも早速いきましょうか。うん、これね、まあもう上から順にいこうかな。はいはい、これちょっと楽しみなね、初めて僕が飼育してるというか一周してる子もいるんで、はいはい、ぜひ楽しみにしててください。さあ行きましょうか。はい、こちらまずヒマラヤコクワ。ヒマラヤコクワ、はい、これねちょっと禁止便がもう古くなってきてたんで、ヒマラヤコクワ2匹入れてます。おー、はい、だから2匹いるかなって感じです。いてくれたら嬉しいですね。うん、ヒマラヤコクワ自体はあのクワプラーさんで、はい、お任せでかな、うんうんうん、3万円分お任せでの時に入れてくれてた種類か、福袋だったかな、福袋というかあのショップの人にお任せで、いくら分入れてもらうみたいなのをやらせてもらった時のやつかな。はい、そうだから結構もうなんだかんだ3年ぐらい飼育してますね。お、うん、あれ星になっちゃってるかな。え、あーちょっと1匹は星になってますね。星になっちゃってる。これわかるかな、これまあもうこれ幼虫の頭が残ってるみたいな。あ、これ頭なんですか。はい、うわー、そう、脱皮とはまた違う残り方するんですよ。うん、ちょっと星になっちゃってますね。ポイントはどうだろう。そうっすね、マジで。うん、でもまあ羽化してるはずなんで、ちょっと雲行きがね怪しくなっちゃいましたけど、でも結構小ぶりなんで、はい、見落としてる可能性も出てきてるんでね。うんうんうん、うわ、2匹いてどっちもパターンか。出しましょうか。はい、いやちょっと怖いな。怖いな、サイズもね、うん、僕は分からないんで。ああ、見たらもしかしたら思い出すかもしれないですけどね。すごい綺麗な光沢感が綺麗な可愛いコクワガタなんですけど、はい、いや、これは結構やばいっすか。うん、食根もないしな。おー、うわー、あ、いないな。いないね。はい、いなかったです。ちょっと星になっちゃってました。わあ、まあちょっと気を取り直しましょうか。そうですね、雲行き怪しいですが、うん、ちょっとまだ続くんでヒマラヤが。はい、ちょっと信じましょう。そうだね、次も2匹です。はい、こっちはね、ほら、うん、こんな感じで食根もあったりするんで、やっぱり違いますね。無事だと思うんですけど、やっぱね、一匹ああいう感じで星になってくると、うん、他がね、ドキドキしちゃうんでね。うんうんうん、で、これもし、まあそんなはずないと思うんですけど、うん、一応時期的には3月なんで、はい、孵化したのが、うん、もう9ヶ月ぐらいなんで、その、羽化してるとは思います、全部。でも、サナギの可能性もあるんで、ちょっと慎重に行きたいところはありますね。2匹一緒にいるってパターンはね、僕あんまり見ないんで。僕も初めてやってみました。そうなんだ。はい、星になってますね。星になってます。違うかな。違ったらいいんだけどね。違ったら最高ですね。いやでもちょっと幼虫っぽいな。いやちょっとわかんない、うん、ちょっと一回信じましょうか。はい、さあ、あ、いたいた、一匹いました。はい、来て。はい、うわー、ちっちゃ。マジよかった。はい、一匹目。うわー、よかったです。ちっちゃ。これがメスですね。はい、ちょっとツヤ感がすごいあって、ほんとだ、触覚洗ってる感じしてましたね、今。おぉ、仕草かわいいな。ちぶさって言いました。いや、仕草だよ。いや、ほっとしました。いや、とりあえず1匹いました。はい、あと1匹ね、いてくれるはずなんですが、うん、さあ、どうでしょうか。いたらいいんだけど、どうだ。さすがにか。とりあえず、ちょっと一旦この中に入れますね。はい、さあ、思ったよりサイズちっちゃかった。そう、結構小ぶりなね。でも、オスはスラッとして4センチぐらいにはなるんで、でもやっぱさっきの星になってたのかな。可能性ありますか。そうですね、ぽいな、ぽい気がします。うん、あ、そうですね、マジで。いやでもその多頭飼育で傷つけ合うみたいな範囲でもないから、うんうん、
でも普段マットでやってて土で、うん、今回初めて菌糸に入れてみたんですけど、マットでやっぱやった方が無難かもしれないな、わかんないですけど、ね、今4分の3がそうだったからね、うん、そうですね、ちょっといなそうですね、そうですね、はい、やっぱ、やっぱ星になってました、うわー、とりあえずでも1匹いてくれてよかったです、はい、はい、さあそして次がラストのヒマラヤですね、うん、3頭入れてます、3頭、はい、でまあこんな感じで食べては触れてるんで、おお、羽化しているのを信じましょうか、そうですね、はい、あ、上上がってきてます1匹、え、これメスですけど、おお、いるいるいる、活動開始しようとしてますね、すごい、失礼します、落ちないか、いや、よかったよかった、とりあえず1匹、はい、メスですね、とりあえず1匹いました、はい、あと2匹いてくれればいいですが、いやでもやっぱいてくれるとホッとしますね、とりあえずすぐに見つかったかね、うん、どうでしょう、3ってまたすごいね、あ、はい、待って待って、いきます、はい、あれオス星になってます、せっかくのオスが、あら、ちょっとせっかく元気だったのにな、確かに元気というかしっかり浮かしてくれてたのに、もしかして結構立ってたのかもしれないですね、おー、でもう一匹は見当たんないな、さっきと同じ感じかな、そしたら幼虫の時点でかもしれないです、これはちょっとなんか嫌な印象になっちゃいましたね、うん、たまたまその個体がとかいう感じじゃなさそうだよね、うーん、どうですかね、うん、だメスやっぱ活動開始してたんで、はい、オスも活動開始しててちょっと申し訳ないことしたな、ちなみにこれがオスです、すごい綺麗な、本当だ、そう、顎もねすごい特徴的で、先端の方だけちょっとギザッとして、はいはいはい、可愛らしいコクワガタなんですけど、ちょっと星になっちゃってました、まあ、とりあえず2匹メスが残ってくれました、はい、マットで1匹ずつの方が、うん、まあ、僕はそうしようかなと思います、はい、次これもちょっと正直心配なんですけど、あ、でも羽化してるかな、ババオモニの多分メスです、おこの子全然体重乗らなかったんで成長が他の子よりも著しく、はい、弱かった、遅かったんで、どうだろうか、うん、まあ 8g だんで、まあグラム数的にはメスだと思うんですけど、ちょっと心配なところはありますね、でもしっかり羽化してる感じはしたんで、あ、さあ、いきます、はい、どうでしょう、はい、お、来ました、あ、オスだ、オスなんだ、めちゃくちゃちっちゃい、うわいいな、かわいいですね、やっぱいいわ、もうババだと思えないサイズ感です、いやでも羽化してきてくれてよかったですマジ、うわこうなんか成長あんまりしなかったことがあって、やっぱ途中で星になったりするんで、そうか、そう考えるとね、うん、そう考えると本当良かったですね、うん、めちゃくちゃ可愛らしいオスです、でまだ羽化したてで結構赤いですね、はい、後ろとかも完全に、うわー、赤赤いです、赤ちゃんですね、いやまあ赤いけどね、はい、じゃあ次2段目です、はい、ここね、もうほぼネパレンシスゾーンかな、あー、さっき見てたやつですね、はい、はい、になりますんで、まあ、大型のコクワガタ、うん、の今回マットで、土でやらせてもらったんですけど、はい、結果的に11月孵化か、だから、うん、まあでも1年ぐらいは幼虫してましたね、おただマット交換は1回なんで、はい、もしかしたらマット交換2回やったらもっと大きくなったりしてたかもしれないですけど、でもそのカール菌糸便に比べてのメリットでいうと、やっぱマットの方が劣化はしにくいんで、うん、そこでいうと管理は楽でしたね、うん、ただサイズは結構やっぱちゃんとマット交換してあげないと大きくなりづらいかなっていう印象でした、うん、さあ行きます、はい、多分メス、はい、いやでもでかっ、メスメス、まあ、さっきの子見てるから、そうか、同じコクワガタでしょ、はい、もっとでかいですから、で、その顎、ハサミの部分もたくましいんで、うんうんうん、ネパレンシスは、ここが、なんか人間でいう O 脚的な感じというか、結構顎が広がってるんですよ、間が広いというか、本当だ、で、まだ羽化したてでちょっと赤いんですけど、はい、でもしっかり羽化してくれました、よかったな、メス、いや、よかったです、うん、とりあえずメスですね、はい、はい、さあ、そして次、次ももうこっから一時ネパレンシスですね、はい、だから、あとはオスかメスかみたいな、うんうん、感じですけど、多分これオスかな、グラム数的に14グラムで、もう大体
今回のやつは11月から12月に孵化してる子ですね。オスもメスも同じボトルなんですね。まあ、やっぱ70、80超えるような子は孵化してこないはずなんで、70ミリ台だったらこれでいけるかなっていう感じです。なるほど、はい、さあ行きましょう。はいはい、お、来ました。はい、まあ、ちょっと小ぶりですけど、まあ、コクワガタって考えたらまあでかいんですけどね、だいぶ。でもまあ小ぶりですね、50中盤ぐらいかな。一応測りますか。はい、でも70とか超えてくる子なんで、まあ、ざっくりですが、はい、まあ、大体 51.2、 あ、うん、50代、50代ですね、はい。まあ、可愛らしい子です、うん、素晴らしい。オスメス、うん、いい感じで分かれてくれたら嬉しいですね。そうですね。そして次もオスかな、小ぶりなオスかな。 12g、うん、やっぱ 20g 近くにはなるんで、前回僕やった感じだと、はいはい、20g とかで 70mm 近くになるっていう印象なんで、やっぱこの子も多分 40mm 台かな、オスだったら。さあいきます。はいはい、おお、メスですね。おメス、ちょっと立派なメスですね、うん、まだ羽化したてですね。赤い、本当だ、でかいな、やっぱ。うわ、これコクワだよ。すごいっすよ、すごいっすよね、うん、コクワってよくつけたよなっていう。ほんと素晴らしい。これでもまだまだ小ぶりですね。これで小ぶりなのか。いや、でかい、でかいですけど、やっぱ小ぶりです、これでも。八幡さんもよく、うん、小ぶりしちゃいますよね。小ぶりしちゃう？おならなことです。おならと小ぶりは全然違うって。あ、ブリブリでしょ。はい。ブリブーだから。ブリはもう漏らしてる。これも多分メス。メス。7g なんで、さっきのメスと覚えててもらったら結構差出るんじゃないかな。え？いきます。はい。はい。あ、まだ浮かしたてで。え、ちっちゃい。え、ちっちゃ。そう、こんなちっちゃいんですよ。うわ。メスでもこんなに雰囲気変わるというか。まあ、赤いからね、まだまた違う雰囲気も出てきてますけど、こんな小ぶりの子も。ほんとだ、かわいいですね。でもやっぱしっかりこう顎の感じはネパレンシスの感じしますよね。はいはいはい、分かる人には多分分かると思います。はい、やっぱクワガタ、コクワガタ系でいうと、うん、大型の、うん、でいうとメスはすごいはっきりしてる印象ですね。へー、顎の感じは他の子にはない特徴があるというか、はいはいはい、さあ、そしてこれも 14g なんでオスかなっていう、うん、あー、オスです。おー、すごい感じで出てきた、はい、フライングネパレンス。うわー、めっちゃこのまま50あるかないかぐらいですかね、うん、ちょっと測りましょう。あー、46.1。なかった、全然50にいかまあでも死者購入すれば。いや、甘いよこの世界の死者購入は、はい、えぐいから。生クリーム判定で。え、なんだそれ。ちょっと 甘めの判定です。あー、分からんて、はい、46.1、うん、まあ小ぶりですが、はい、無事孵化してきました。あ、でもバランスいいですね、うん、2オス、3メス、はい。さあ、そして次はグラム測ってないから多分だいぶ小ぶりだったんでしょうね。おー、メスかな。メス見てー。まあでも無事で何よりですね、うん、今んとこあれ以降。そうだね、はい、いきます。はいはい、お、オスだ。オス、ちょっと羽開いちゃってる。顎も多分これ麻痺してますね。え、そんなことあるの。多分ですけど麻痺って、あ、麻痺というかこうずれちゃってるというか。はい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 、うわー、なんかずっとクロスしがちになってます、うん、こうがっつりクロスしちゃってます、ね、うんうんうん、で何、互い違いというかの感じになってるんで、まあでもこうペアリング交尾には影響ないか、うん、なさそうですね。よかった。うん、まあ今までよりかは大きかっただけに、うん、ちょっとね、うん、惜しいな。まあでも無事元気そうで何より。はい、さあ、あと3かな。はい、ネパレンシスはちょっとね、これぞネパレンシスぐらいのサイズ感の子も出てきてくれたら嬉しいですけど、多分でも 15g なんでこの子。はい、この子もまあ 50g 中盤とか 50mm 中盤かな。で、それぐらいか。よくて 60mm かな。うん、60mm すごいけどな。いきます。はい、お、ちょっとでかい。おー、58。58。はい、それでは、まあ、測らなくても分かりますね。いや、測った方がいい。
ど、うん、でもやっぱだいぶ雰囲気変わりますよね、うん、若いの若いのでいいね。そうなんですよ、この状態を維持してくれって思う時もありますね、やっぱり。美しさはありますよね。大体ですけど、はい、56.3。 あー足りなかった。いいいい、厳しい。騙された。厳しいんだよ、橋本さん、そこに。いやいや、まあそう、あんな自信持って言われたまあでも分からないほど分かるまで言われた。でも 2足したら58です。そんなくって、それはそんなん言ったら全部そうだから。でも56か、うん、一番今回で言うとでかいですね。はい、21.12。はい、素晴らしい。はい、ちょっとオスに偏り始めましたが、ほんと。さあ次、あ、これ次 17g だ。17はちょっと期待できる。17は 60mm いっててもおかしくないですね。おお、さあちょっとお願いします。お願い。さあいきますよ、もうすぐです、はい、さあどうでしょう。はい、あ、どうだ。おお、無事かな。大きい感じ。あ、ちょっと開いてるな。 あでもこんぐらいですね、こんな感じですね。ちょっと赤みありますけど。はい、60ちょいですね、61。まあちょっと羽パカなんで参考程度ですか。はい、はい、62.7。 おお、すげえ、素晴らしい。でかっ。でかかったですね。ちょっと羽パカなのが残念ですけど、うん、でも全然元気そうなのでよかったです。はい、洋室しっかり作りきれてなかったんですかね。ちょっと羽パカの子も出てきてますね。よし。さあそしてラスト、はい、これはどうだ。メス判定ではありますけど。メス判定か。さあ、まあわかんないですからね、僕もざっくりなんで、体重でなんとなくとかだと思うんで、基本。さあ、いきます。はい、はい、あ、メスですね。はい、あ、でも無事。ほんとよかったよかった。いい感じじゃない。確かバランスも良さそうだね、はい、オスとメスも。5オス4メスか。うん、素晴らしい。ちょっと羽パカの子が何匹かいましたけど、はい、ネパレンシスは一旦終了かな。もしかしたら下の段にいるかもしれないって感じです。はい、さあそして、お、これは久しぶりですね、大クワガタ。大クワか。はい、のメスですね。おお、あのアンバランスケット。アンバランス、あのちょっと顎が太くなる、うん、太い系の大クワガタですね、はい。さあだからメスはね、僕は正直本当に分かんないんで、顎がちょっと太いかどうかとか、あと顎が太い親からでも別にこう絶対顎が太くなるわけでもないんで、今のところ。うわ、これ太ってなったら、うん、オス、うん、は今のところまだ1匹だけですかね。なんか気持ち太い気はするなみたいな子はちょくちょく出るんですけど、うわ、絶対これ普通の大クワと違うみたいな雰囲気の子は今のところまだ、今回2周目ですけど1匹かな、うん、2周で1匹か、うん、でメスはもう本当に分かんないです、僕は。さあ、いきます。はい、はい、おー、でも立派。おー、いいですね。ほんとこれ6月割り出し、はい、だから半年ぐらいですね。まあだから5月とかぐらいだから、まあ半年ちょいって感じかな。いや、よかった、いい感じです。サイズも測るか、トークアは。確かに、まあ、でも50はないですね。50あったらやっぱ雰囲気出るんで、46ぐらいだと思います。お、はい、46.0。 あー、でもほんと、はい、これですよ。はい、今んとこ全問正解で。いや、ちょちょちょ、無理無理無理でも46か、うん、すげえな。これがもうマジで4ミリ違うだけで段違いなんで、その東京タワーとスカイツリーみたいな。なあ、でも形は似てるけど、はい、どっちも迫力あるけどみたいな、うんうんうん。あ、これグランディス、インドグランディスのメスかな、多分。はい、もしかしたらちっちゃいオスの可能性もあります。早期羽化的な感じで、うん、早めに羽化してくる子もいるんで。さあ、どうでしょう。オス見たいけどな、せっかくなら。確かに、あのグランディスですよ、あの八山さん大好きな。これが大好きなのある、あのさ、割り出し1万円分の産卵剤で、あれか、はい、大成功した。大成功じゃないか、はい、飯島店長と有楽舎店長のお気に入り動画確かにな、はい、あそこから始まったもんね。そうですね、本当に、はい、いや違うわあれよりも前に400本ぐらい上げてたんで、そう、はい、初めてのじゃないか。初めてじゃないですよさあ、いきます、メスかな、メスですね、うん、さあ、はい、来ました。おお、わあ、羽パカだ。え、羽パカこれ。はい、ちょっとよく見たら、うわ、違う、厳しいな。ちょっとだけですね。はい、ちょっとこと、ちょっと金多いな、ガフレンが。どうしたんだろう。別に血が濃いわけでもないんで、うん、はい、ちょっと色味が違いますもんね。
確かに半面ね、はい、こっち側も固まってきてるけど、うん、こっち側まだ柔らかい赤い感じになってるというか、不思議、まあ、でも元気そうです、うん、グランディス、グランディスも多分ちっちゃいオスとかそろそろ羽化すると思うんだな。おで、ここラスト、はい、お久しぶりの、わ、うん、かるか、八幡さん、わかんないかもしれない、わからないかも、ラティオキナティブス、コクワガタ、はい、わかります、あれ、なんとなくはね、嘘つけ嘘すぎるわ、リアクションがでも、八幡さんだったのかな、あの、アルティメットミカカブクワの福袋、あ前、30万円福袋を購入した時、2年前ですかね、はいはい、もう、あ、だいぶ前だですかね、うん、もうだから新年2022年で考えると2020年の福袋で購入したんで、うん、それの子ですね。おそう、まあ、ちょくちょく浮かしてきてちょくちょく動画に出てるんですけど、はい、その多分メスかな、ちょっとねオスに偏ってたんでメスだとすごいありがたいです、うん、さあ行きます。さあどうでしょうか、すごい可愛らしい高級コクワガタみたいな感じの子なんで、うん、どうでしょう。おお、あ、いますね、元気そう、あ、メスだ、やった、うわ嬉しいです。まだ赤いですけど、でもちょっと赤みが残る子なんですよ、でもまだまだ固まりきってないですね、全然。うわメスだよね、メス、あ、メスですね。おいい感じ、よかった、無事で。ほんとラティオキナティブスは実はもうこの子今羽化してきたばっか的な感じですけど、うん、あのこの子の兄弟はもう3月今年こあ2021年の3月に羽化してきてたんで、もう産卵セット組めてるんですよ。で卵も確認できてるんで、うん、順調そうです今んとこ。はい、で産卵セットの側面から土のところから卵も見えてるんで、お、うん、材なくてもいけるかもしれないですね。なるほどね、一応参考まで、最近動画にできてないんで、はい、はい、さあそしてもうラストダンです、うん、もうこっからいくか、うん、はいはい、これホペイオークワ、ホペイ、これあのもう結構前ですけどランバージャックの、店長に3万円以内でお任せの生態を1匹1種類紹介してもらってそれを購入するみたいな、はい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 、やつで3万円分だからギリギリのやつ攻めてくるかと思いきや、うん、あの店長なんで、うん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 、思いきや、普通に自分の好きなホペイオークワ、だから多分9900円とか、おー、そんなもんなんだ、本当に好きな種類を紹介してくれたっていう、はい、はい、あの山口店長が好感度を狙いに来た、はい、違う違う、本当に好きだったでしょはい、本当に好きらしくて、うん、そうだわ、さすがにそう、それの子が羽化してきたんですけど、うん、はい、この子は多分オスですね。おー、で7月割りだし、で7月に投入して、うん、5ヶ月で羽化してきた感じなんで、ただまあ幼虫も結構大きくなってたんで割り出した時には、うん、だからまあ8ヶ月ぐらいかな、8ヶ月、7ヶ月ぐらいで早めに羽化してきた子って感じです。さあどうでしょう、日本のオークワとどういう感じで違うか、うん、僕も初なんでね、そのホペイが羽化してくるのは、うん、いきましょうか、はい、どうでしょう、はい、おお、来ました、はい、おお、顎が閉じてるから見づらいけど、やっぱホペイの方がちょっと顎をサラエ状態だ、ね、あれ足なんですけどねあ、サラエで足も手もか手もどっちもやアコが開いてくんないな、うん、でも日本のオークワよりも、はい、日本のオークワってこう分かれるんですけど基本的に、うんうんうん、2つが、はい、ホペイはこう上から見た時に重なってる傾向が強いというか、おお、そういう細かい部分の違いがあるんですね、はい、そうですね、ここですね、やっぱこうこう見た時に結構上に重なってる感じになるというか、うんうんうん、これ特徴ですね。へえ、ホペイはやっぱの方が顎太い印象かな、顎太い系で言えばなんか最初はホペイだった印象、僕のイメージは。さあサイズはでも60ちょいじゃない、はい、さあどうでしょう、まあ、ざっくりですが、はい、65.0、 おお、はい、まあ、65mm、 親も60ちょいなんで66か、なんでまあ親と一緒ぐらいって感じですね。はい、65といえば何ですか八幡さん。え、何65のエピソード。え、でも八幡さんでも今年で65歳。え、34、今年か、今年はでも35になるあ、もう35か、うん、早いな、早いな。 だから八幡さんと僕会ったのって八幡さんが28歳ぐらいだったってことですか。
え、いやもっと早い、25とかじゃない？25か、もう10年ぐらいか。うん、早っ。早いわ。恐ろしいですね。うん、えじゃあ僕19とか20歳ってことか。多分そうだわ。そうか、うんうん、早いな、もうこんなにね、うん、なっちゃってでこうやってなんか虫をね、はい、やるのとか見るのはここ数年だけどね。あ、そうですね、確かに3、4年とかだから。八丸さんを知ったのは確かに10年前ぐらいだもんな。うん、虫好きなやつがいるらしいぞ確かにそういう噂がね、お互いそう、近い界隈で、うん、芸人で虫好きってがっつり公言してる人がいなかったから周りに。そうですね、うん、そこで言うとやっぱ出会えてよかったですけど、出会わなくてもよかったかもしれないですねなんてことか、それはよくないわいや、これちなみにネパレンシスいました。おー、はい、の11なんでメスかな、多分、はいはいはい、ここでメスだったらオスメス合わせて5-5ずつになるんで、バランスよくなりますね、うん、さあどうでしょう。はい、いきます。あ、いましたいました。うわ、あ、立派立派、結構結構立派でした。はい、いや素晴らしい、メスメス、これで5-5ですね、オスメスちょうどいいですね。ちょうどいいです。うん、さあそしてもうこっからまた変わっていくんですけど、さあこれオオクワガタのメスですね、はい、アンバランスケットのピューマ、うん、アンバランス、アンバランスケットにもなんか何種類かあってみたいな。おー、だからアンバランスが感覚で言うと、うん、なんか火、炎とか炎柱とかなんかそんな感じのイメージで、はいはいはい、でピューマが恋柱みたいな、あー感じかな、まあ、弟子的な感じ、その派生みたいな感じです、はい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 、感覚で言うと。だからなんか多分ピューマとかなんかね、いろいろあったんですよ、うん、アブレイユみたいなのとか、はいはいはい、だからその顎の特徴がまた変わってくるんでしょうね。おー、顎太い子がどれぐらい出たかとか、なんかそういう率で分けてるのか、どういう、まあなんかラインで分けてるのか分かんないですけど、どうでしょうか。メスだとは思うんですけど、はい、あ、メスですね。おー、あ、ちょっとさっきよりちっちゃい。メスです。はい。はい、サイズは44。44。はい、44.9。ああ、惜しい。何が？0.9。ああ、いや、いいじゃない。ぴったりにならなかったか。そんなぴったりじゃないとダメなんですか。うん。見たかったから。まあ、じゃあ見せてあげましょう。え、大丈夫か。はい。え、この動画中に。任せてください。ぴったり。はい、僕誰だと思ってんですか斉藤さん。いやいや、斉藤さんじゃないでしょその、はい、名字はね、斉藤さんっぽかったですけど、うん、誰だと思ってんですか名字って言うのがややこしいじゃあ行きましょう。はい、うん、アンバランスケットピューマですね、はい、ピューマ、はい、オオクワ、はい、さっきと同じやつですね、はい、さあこれはどうでしょう。もうすぐですね、ここなんで、はい、はい、お、ちょっとまだ浮かしたて、ちょっと赤ですね。一緒ぐらいだな。サイズは 45.4 ですね。 45.4、 はい、これ当たったらすごいけどな。いやもうだから全ピタじゃないとダメなんですもんね。まあそう、気持ちいいからな、すごいってなりたいから。なるほど、任せてください。 45.4、 これがクワカブの部屋だというのを。マジか、見せてあげます。1ミリ、1、2ミリ違うのが一番きついからな。確かにこのパターンの場合。さあ、45.4、 5.4、 はいはい、40、はい、5.7。 うわー、ゴミクズが。いやいや、厳しすぎるなえ、ゴチバトルだったら CM 挟んでるね、これ確かに、200みたいなものもね、これはうわー、 0.5mm、 大きかったですね。はい、よかったよかった。なるほどね。うん、いやでもすげえな。いやでもやっぱこんなもんですよ。いや、上回ったのはすごいね、それを。あ、そう、嬉しいですね。さあ、はい、じゃあ次、はい、ピューマンアンバランスです。恋柱。いや、そう、もう信じないでください、僕の発言。恋柱じゃないんで。違うの。はい、これもメスですね。オス1匹ぐらいいてくれたら嬉しいけど、まださなぎだと思うんで。あ、いました。はい、いきます。浮かしたてかな、結構赤い。うわー、こんなに違うの。こんなに変わるんですよ。うわー、はい、あー、ちょっとサイズ測りづらいんですけど、浮かしたては。これ申し訳ないか、ざっくりになっちゃいますね。そんな柔らかいんだ。柔らかいです、結構。ほんとアルミ缶みたいな感じです。あ、押すとへこむみたいな。だからそれスチール缶とかだったらまだ硬いからそのあんまりへこまないけど、アルミ缶なんだ、はい、みたいな感じかな。マジで感覚で言うとですけど、僕が知ってる缶で例えるなら、缶の中でしょ、はい、いいもっと自由にあー、でもこれ 46.2 ですね。えー、はい、はい、
いやでも無事で良かったです。いや何ミリか、何ミリかよ。まあまあまあ参考程度ですけど、うん、45.4 です。違うよ、全然違うって。全然ではないけど、いやーよくな、 45.4、 うん、下回ったか。しかもだから45から44って感じですね。はい、さあ行きましょう。アンバランス、はい、ピューマ、ピューマ、これ柱アルミ缶。あーじゃあやめ、おーどんどん増えてくな。次何言おう。いやいやいや、言わないで。これ 10g だから結構ちっちゃいと思う。43とかかな。来ました、いきます。はい、はい、おーおー固まってますね。あ、全然やっぱ色違うわ。全然違いますよね。これ結構固まってます。3週間ぐらい経ってんじゃないですか。マジで、それでこんな変わるんだ。はい、うわ、まだ爪はしっかりしてないんで、うん、すごい落ちるんですけど。いいな、この辺がね。そうですね、若い感じがして、はい、こっから一気に爪も強くなるんでね。へえ、でもなんだかんだ大きいですね。うん、46.1 訂正しましょうか。あ、いいよ、もう一個、まあ、2箇所言っていいよ、じゃあ。あ、なるほどね、ええ、これ2つあったら、はいはい、46.1 と、うん、172。言い過ぎ、もったいな、遊びやがった。さあ、行きましょう。はい、なるほどね。え、40、うん、4.6。あ、全然違う。走りもしてないな。ちょっとブレてきたな。橋本さんが動画外でピザ食いたいとか言うからですよ。ピザ食いてーよ、今も。確かにな、この時間もピザってやってるんですか。24時まで頼んじゃいますよ。あー、3分だよ、だって頼んじゃう。え、どうする。確か今なら間に合うか。あれでもあれか、お店がやってるのが24時までか。あ、なるほどね。でもあれか、デリバリー頼めば。確かに頼みたいな、なんか年末っぽいことしたいですね、ちょっとぐらい、まあ、とりあえず 44.5。 はいはい、無事で何よりでした。はい、ちょっとその前にピザ注文しちゃいます。あー、確かに、はい。おしっこ行きたいのかなと思ってて、オタモタしてるから。そういうことか。はい、ピザ頼…ちょっと一回ピザチェックしてきます。ピザチェックって言うバイト。すいません、バイトだからさ、はい、ちょっとすいません、ピザチェック入ります。ダメだこいつ。すいません、言葉が伸びちゃいましたが、チーズごちそうさまでした。いや、俺のセリフだよ。え、俺のセリフだ。え、どういうことですか。いやいや、この撮影の合間で今ね、はい、一瞬両方ともお腹空いちゃって、はい、ピザ食べて2つ目に戻ってきたってことですよね。今お腹減りすぎてピザいただいちゃいました。はい、すいません、ごちそうさまです。で、まあ綺麗に手を洗って、はい、はい、今からやらせてもらうんで、うん、じゃあもう早速いきましょう。もうあと10ぐらいかな。おお、 10ですね、ちょうど、ちょうど10。はい、はい、さあいきます。うん、お酢とかいるのかな。まあ、ちょっと見ないようにしよう、これも。はい、これアンバランスケット、おー、ピューマ、ピューマですね。恋柱、恋柱、アルミ缶、アルミ缶、エビマヨ。エビマヨは俺らが食ったやつ。関係ないんで。あれはね、うまかったな。うまかったな。さあいきます。うん、メスです。はい、どうでしょう。はい、あー、いました、よかった、立派ですね。ほんと、もう潜っていくわ。潜りますね。出します。はい、まあ、メスが先に羽化してくるのもんなんでね、基本は、うん、オオクワとか特に。はい、さあどうでしょう。あ、そうか、40、これもう今僕ピザパワーで完全に研ぎ澄まされてるんで、はい、サイズ完璧わかります。うん、43.9 です。 43.9、 はい、大丈夫か。はい、結果、はい、43.5。はい、ぴったしです。いや、ぴったしじゃないって、足りない。いや、まあ43、ちょっと小ぶりですけど、うん、無事元気そうで、はい、で、ほぼニアピンで、うん、まあ惜しかったですけどね。はい、いや、最後あと9匹でちょっとぴったし行きたいですね、せっかくならね。そうですね、こんだけやってるし。はい、はい、ここでまた変わってネパレンシス。ネパレンシス 10g なんで、最後がメスかなと思います。どうなのか。さあどうでしょう、いきます。はい、あ、オスですね。おお、オス、小ぶりなオスでした。だから 10g だから 40ミリ台だとは思いますけど、48ですね。 48.4。 どうでしょうか。48ってもうあのオオクワのオスとほぼメスと変わんないですからね、そんなに。あ、そう思ったらちっちゃい。うん、はい、はい、あ、47.2。 あー、ダメだ。ダメなんだ。そもそも性別も実質だしな。まあでもそのいいところですかね、クワカブの部屋の。そうなの。はい、このミスも許される。はい、47.2、うん、まあできればやっぱ瓦菌糸の方が簡単に大きくはなりやすいかもな。おー、まあ、瓦菌糸用意するのも大変だったりするんでね、 そこ難しいところですけど、サイズを気にしなければね。まあそうですね、この感じでも、うん、はい、さあそしてこれ、あ、結構ネパレンシスいるかも、まだ。あ、ネパレンシス結構いますね。はい、はい、ネパレンシス、これもさあ、これが11のメスですね。 11g のメス、もうすぐですね、これは。はい、いきます。は
はい、おー、メスです。しっかり固まって、ぼちぼちですね。4、あ、まあメスは測んないのか。そうかそうか、残念です。チャレンジはできないですけど、はい、でもバランスすごいですね、ネコアレス。さあ、そしてこれが一応オス、ちっちゃいオスのドンキエルハンプイ。おお、世界最大のコクワガタの亜種。はい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 、もうオスかな、メスだと嬉しいって感じです、うん、オスに今偏ってるんで、うちが。さあ、どうでしょう。なんでもオスかな。あ、オスですね。オス、はい、すごいちっちゃいオスです。ほんと、まあ、でもクワガタだもんね。まあそうですね、そう考えたらね、全然これでも、そうですね、サイズ感で言うと。でももうこれがちっちゃいと思わせる、やっぱポテンシャルがえぐいんで。やっぱ70超えるんでね。あ、サイズ多分 44.4 かな。絶対見たんじゃない。はい、 44.4。 いやいやいや、よくないよくないよくない。見てたよ、駆け込んでたけど。見えちゃいました。44.4。 あと、はい、1,2,3,4,5,6 です。6か。さあ、ネパレンシスからいこうかな。ネパレンシス、メス、はい、メスなんで無事かどうかだけですね。とりあえずサイズはもう別で、多分クロドン、さっきのドンキエルコクワのハンプイって言うんですけど、はい、あれはもうさっきの子でラストでしたね。あ、さあ、おお、出てきますね。生き返った感じするな、うん、土から出てくると。いや、元気、無事。一時は本当ヒマラヤとかどうなるかと思いましたけど、そうか、確かに。そこから考えると、まあ良かったです、うん、あと1匹かな、ネパレンシス。これもメスだ。メスが多い分にはね、そのオスと何か、オスは何匹かかけることできるんで、交尾、はい、できるんでいいんですけど、オスに偏っちゃうとオスが余っちゃうみたいになっちゃうんで、そこ難しいですね。なんかメスの方がまだ多いのはありがたいです。いきます。はい、はい、お、メスです。あー、メスだ。よかったよかった、よかったよかった。いや、早いな、もう1年経つのか。そうだな、こう考えるとやっぱ早いですね。うん、孵化時期が2020年の12月で1年経ったなっていうのは、やっぱあっという間ですね。そうか、まだ羽化しないかって思いながら待つんですけど、もう気がついたらもうあっという間に羽化してるみたいな感じだった。だから、あのマルスとかふわプラお任せでのやつとかに入ってたマルスの書類、やっぱ3年かかるんですけど、結局まだ1年半ですけど、その3年経つ頃にはどうなってるんだろうねみたいな話しましたけど、結構すぐなんでしょうね。あ、そこも。あと僕ツイッターで言ったんですけど、うん、あのレックスゾウカブト、はい、一匹サナギになったんで。おお、ついに。楽しみにしててください。うわあ、それは動画にできなかったですね。そうです、そうです、タイミング的に。はい、そう、楽しみです。そこもね、いいなあ。やっぱ杉本くんも興奮してたんで、あの幼虫は。あ、そうなんだ。はい、だ、好きな動画に入れてましたね。へ、うんうん、で、こいつはオオクワです。アンバランス、また舞い戻ってきました。うわあ、やった、おかえり。ただいま。いやいや、いいよ、やらなくて。いきます。はいはい。お、あー、 45.3 ですね。まあ大体ですよね、大体は分かりますよね、サイズ感は。でもなんかめちゃくちゃ外してるとかじゃないもんね。まあそうですね、はい、 43.9 です。あー、めちゃくちゃ外してる。まあまあまあ、これ、こういうお笑いもできて。いや、才能がすごいですね。いや、すごいな、自分で甘くない、ほんと。はい、すいません、ホイップクリーム判定なんで。さっきあれ生クリームって言ったら変わってる。すいません、 43.9。 うん、あと3か。うん、あと3、みんなどうだ。メスかな、メスかもしんないです、全部。まあまあ、とはいえ、うんうんうん、無事であることを祈って、はい、参りましょう。これもピューマです。おお、また帰ってきましたね。はい、多いですね、こいつ。多いですね、今、うん、今回結構取れて。おお、さあ、行きましょう。ごめんなさい、ああ、間が悪い。もう出てるんで。ああ、出てる、気づけば。今、ごめんな。赤いですね、まだ羽化したての。なんかがっつりは測れないですけど、うんうん、でもどうだ。あー、ちょっと禁止瓶を掘り返すんで。はい、最近橋場さん、なんかハマってるアニメあるっぽいですね。最近っていうか、そう、学校暮らし。学校暮らしっていうんだ、うん、あれ。そう、あの魔人エンドに、はいはいはい、勧められて、教えてもらって、うんうんうん、なんか結構萌え系のキャラクターかなと思ったけど。そうなんだよね、ストーリー自体はシリアスな雰囲気でしたけどね、うん、でも遠藤さん、ほんと突如見せてきて、はい、あの1話だけ、うん、いや、ほのぼの系、はいはいはい、これで、これを今、このタイミングで進めてくるどういうやつやねんって思ってて、はいはいはい、遠藤さん、はい、でも本当にその1話の最後で、おう、うわっ、こういうことかと、へ、めちゃくちゃ楽しくなって、もう続きはね、見て、もう最終話まで見ました。あー、これワンクールなんですか、1話あれ、全部で12話。あー、もうほんとワンクールか、うん、そう、それ、なんか
僕最終回だけちょろっと見たから、うんうん、八幡さんたちが、いやもうそうか、一番ね、うまみがあった部分だと思うね、あそこって。でもあれ楽しそうでしたね。でもあれ、あの続きがあるらしくて、漫画でね、はいはいはい、でその漫画僕持ってますよって、マジエンドを持って、はい、その見せてもらったら、その12話のバネの部分しかなくてよく名乗ったなと思った確かにだその続きあると思う、エンドそういうとこあるからああ、まあそれちょっとね、うん、ちょっと見てほしい、ね、気にはなったんで、なんか2週目も楽しめそうな感じなんですよ。ああ、いや多分もう僕何週でも楽しめはするんで記憶飛ぶからね、はい、記憶は飛ばんわいや飛ぶ、はい、天元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 言うとりますけども言ってない言ってない、サイズ、あ、はい、ちょっと見ちゃいました、はい、見ちゃったらダメですそれはもう、多分 45.1 かな、うん、まあ、そうなんだろうな、はい、はい、43.7 外すのかちゃんと見てなかったのかアニメもね、ポケモン、まあ僕も年末年始でなんとかポケモン見終わる予定なんで、うん、その後ね、はい、見てる、まああれだろ、鬼滅の刃見てるもんね、鬼滅は見てます。でもやっぱあれ1話ずつじゃ耐えらんないですね。でもそういうのを多分たくさん持っとくと、はいはい、そうなんですよね。でも無理ですわやっぱTikTok かって毎回言っちゃうんだ終わった後やば短すぎるだろ、ボキャブラリー増やしてよそこはそんな中今回ラストです、はい、もううわついにかだと思いました。あこれがまあ言ったらね、はい、副賞か、そうですね、はい、これがオオクワガタ、うん、宮崎のオオクワガタですね。おお楽しい、はい、F10 です。なんか兄弟同士で10回目って感じです。だいぶ濃くなってるんですけど、うん、さあどうでしょう。わっわっわっ、えちょっといきます、はい、ちょっと苦手な人もいるかもしれない。あ俺苦手かもしれない。浮か不全ですね。浮か不全か、その結構ガッツリと、それはそうですね、いきます。はい、ちょっと待ってね、この前羽が、羽があー取れちゃってる、こんなボタンもあるんですか。多分しっかり浮かしきれなくて、動き出して羽が、なんだ、でも破片が見当たんないな。あ、でもあるか、元気ではあるんでね。でもちょっとこれは怖いですね、交尾は。上がもう、ここがもう柔らかいんで、本当だ、いやもうゆっくり過ごしてほしいですね。そうだね、元気は元気なんですけど、浮かぶせんすると雑虫とか、雑虫というか雑菌か、雑菌が入りやすくて、はいはいはい、うん、結構星になることが多かったりするんですけど、でももうここまで固まってると結構、まあそこからは通常で長生きしてくれたりするんで、それだったらいいね。そうですね、せめて、うん、あー元気元気、怖い怖い怖い、おー収まりそうだった、すごいな、だいぶ元気です。よかったよかった、いやよかったですね。いやでもまあこんなにちゃんとこの包まれてる場所を見る機会もないから、確かに貴重ではありますけどね、いい機会ではあるかもしれないけど、すごいな、マジで元気、なんで不思議、うん、こんな動いてるんですね、実はだいぶ元気だな、すごいね、これはこれで、いやすごいですね、生命力の高さ、いや長生きしてほしいな、うん、ちょっと浮か不全でした、はい、何なんだろうな、でも血が濃くなって浮か不全が増えるとかはあるんで、うん、そこの影響から浮か不全でっていうパターンはまあ一つのパターンとしてありえるかもしれないですね、はいはいはい、さあそしてラストです、ラストアンバランス、おわ出ました、ピューマです、ピューマ恋柱アルミ缶いきます、はい、さあラストです、うん、はい、うわしっかり固まってくれてます、うんうんうん、アンバランス血統がたくさん羽化してきてくれて、こっからオスがね、うん、春先とかに羽化してくると思うんで、はい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 、楽しみですね、うん、やっぱこうメスの羽化っていうのは、まあ、僕らからしたらすごいあれ助かるし、はい、メスが多いのは、うん、嬉しいですけど、動画的にはねそのオスが多い方がこう皆さん楽しみやすいかなっていうのはあるんですけど、はいはいはい、そのやっぱメスが最初に羽化してきてこうなんだワクワクをさらにこうかきたててくれるっていう力もあるんで、ここを見せられたのはいい機会かもしれない、うん、さあそして、はい、サイズ当ててないですね、これ当ててほしいね、はい、見せちゃうか、うん、俺のこのあの力をどれだ、え何やってるいやその鑑定団みたいな、いらないいらない、分かんないでしょそんなんで、あ何か分かってるだろう、大クワガタですね、いや分かってる分かってる、俺でも分かるわ45.1 うん、5.1
45で、うわすごい、1っていくパターンの場合ですね、はい、44の可能性もあるからね。そうですね、はい、さあ見せてあげます。うわ来ました、これがクワカブの部屋の決勝です。はい、刮目してください、はい、皆さんぴったりだったら、うん、高評価、はい、チャンネル登録お願いします。はい、40、はい、4.1。 あここがちょっと似てるんだけど何も押すな。いやいやいや、スマホすぐ閉じろ、パソコンすぐ閉じろ。いやいや、そんなそんな言い方やめてあげてください。あ取り消さないでください、押してくれてた方は。でよかったら押してください、はい、お願いします。1ミリ違いました。うん、そういうお茶目なところもあるんですね。お茶、まあでも確かになんか数字だけ見たらね、かなり近い感じしましたけど、確かに1個しか違わないですから。うん、当てたらすごかったろうな。本当ですね、うん、当てたいな、一回も当たんないな。まあそうだね、さすがにだもんな。はい、天何まではやっぱむずいですね。やっぱむずいか。まあでもいい機会になりました、うん、はい、ということで順当終了です。はい、結構長期にわたってになったんで、うんうんうん、長丁場ありがとうございます。皆さん見ていただいて、はい、で結果的にね、小数点第1のくらいまで全頭当てることができた。当てない。はい。1回だけイカさましてね、44.4 当てましたけど。でまあちょっと残念だったのが、ウカ不全の子とか、うん、星になってる子がちょっと普段より多かったんで、はい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 。そこですかね。うん。まあでもその分元気にウカしてきてくれた子はしっかりこう生きてほしいですね。はい。はい。八幡さんはどうでした？うん。だからやっぱその原点回帰というか。はい、なんかこうもともとやっぱサクサクするよりも、はい、パン生地の方が美味しいと思ってたんですけど、はい、それとマヨがすごく合ってて、いやピザの方ピザの方かい、ピザの感想じゃないのこれ、ピザの感想じゃないですよそれ後で聞くんで、うん、サイズね、はい、小さいって思ってたけどね、はい、意外と M サイズでもちょうどよく2人で、いやピザの話いやでもなんだろう、はい、こんだけの数をねいっぺん見るのがないからな、久しぶりですね、こんだけ八幡さんと一緒にこうたくさん掘り返すのは。でまあちょっと最初こそね、はい、なんか残念な子たちが多かったですけど、そこからね、はいはい、息を吹き返すようにそうですね、元気な子たちばっかで、うん、うん、よかったですね。まあよかったです、とりあえず、うん、お正月ってことでね、2022年始まった感が出ました。ああよかったです、うん、ありがとうございます。はい、で、まあいずれね、こっからまた数ヶ月後大川方のオスとかも次第に羽化してきたりとかすると思うんで、引き続き気になった方とか、うん、チャンネル登録、高評価押してもらえると嬉しいです。はいはい、そんな感じで今回の動画以上になります。橋本さんのチャンネルも概要欄ありますので、ぜひ見てください。お願いします。ご視聴ありがとうございました。